たもんだから乗る気ないもん、うんうん、はい、でだってやっぱり交通機関ないもんだからさ、あのそれはね、どこも行けない、住んでるところがさ、福知山のね、福知山なんだけど、いいところはいいけど、ちょっと外れると、うん、山の上とかね、うん、田舎やったらでもそんな危なくないやね、うん、ね、町中は人引くやん、ね、まあきっかけになったのはやっぱりぶつけてね、あぶつけてるけどね、見えないね、ほんとに、うんうんうん、で、ちょっと遅くなる、娘たちが、あの、前はもう何も考えずにこう乗れてたんだ、うん、えとかなるもん、うん、危ないからね、ほんと自転車は乗らないの、あの、自転車は乗らない、電動に乗ったらいいよね。ね、そう言ってんだけどね。これはランタンだね。これもうちの家にあったけど、すごく増えるわ。増えるね。すごく増える。増えるところは増えるわ。うん。まだ出たね。電動乗ってる？あ、電動乗ってる。あ、でも電動乗ってるからね。もう高く乗っててさ。あ、そう。上がりしてるもん。本当に。今若い人みんな。若いのにみんな電動乗ってるわ。みじみじそうな。娘が、うん、お母さん電動なんて足が弱いとか言うから、ね、うん。私そうやけど、電動だけど、いいあの、膝に優しい。膝に優しいけど、あんまり電動使わんようにしてるよ。なぜ？いや、だって平道の時は自分の足を焦がさんと。ねえ、鍛えな。で、あ、ちょっと坂だなと思ったら、ちょっとスイッチ入れて。その時は楽ちんやんか。うん、スイッチ入れたり消したりしてるよ。坂道はね、自転車こいだら足をね、曲がった方にこうこいでしまうと、うん、すぐ痛める、うん、だからさっき降りて歩こうしてる、坂は楽やよ、スイッチ上がるから、坂の方にはね、うん、登るわ、うんうん、いや、言うやん、うん、これがなんか政府がほら、うん、お金をなんかくれそうな話やから、うん、くれたら電動自転車なんでくれるの知らないけど、なんか、うんなんか言ってなかった？そんなのあるの？ないの？ないよ。非課税タブ。ないの？ないわ。それあの政府が出してくれるのがね。息子さんも豆やね。いやあの人ね、ちょっとやっぱりね、うん、なんせ普通の人だってさ、豆っていうか。うん、今これやってんの、うん、あの外国の人、やっぱ違うね、日本人じゃないよ見る人は、うんうんうん、外国人、うん、お母さんするんだったら入れてあげるよ言うて、うん、で入れてくれたんや、まあだけどやりだしたら意地になるわまたやってんのと言われるぐらいやってるわ、コマーシャルの間でも1回ぐらいできるからね、テレビ見てたってさそんな面白いの、面白い、面白い、ほんでたまたま話したらタブさんもしててね、うん、タブさんに聞いたら私よりもうんと先に進んでてさ、そうなん、もうそんなとこまで行ってんの言うて、タブさんの方がずんと先行ってるよ、あれ回数で何回何回何回って出てくるやん、ね、で、クリアしていったらそれがすごく数が増えるでしょ、うんうん、それをずっとあの人先やね、私よりも、あといつから始めてたんよって言うたもん、どういうストーリーのもの、なんか物語、ちょっとね見せてあげよう、どうでしょうかね、あー可愛いな、うん、今日はでも暑いね、暑いよ、もう半袖で十分や、うん、なんだもう今日は焼けんで、これでもやっぱり冬は寒かったやん、去年も、うんうん、ガーンとね、うん、なんか温暖だって言うけれど、やもん、ね、寒い時はもうものすごく寒いやん、まあでもあの前ほど雪は降らんようになったね。前は降ってたよね、うん。私も田舎でも降ってたぐらいやから。うん、
私も子供の頃思ったらよう雪降ったなと思って思い出すもんね、うん、結構なんや子供で雪だるま作ったりとかさ、ね、してたよね。でなんかみんなさ、うん、寒いからさ、うん、鼻出してた小学校の頃なんか袖の袖口でカタカタって吹いてパキパキ、うん、まあ良いか悪いかどっちがいいか今の子が幸せなんか私らぐらいの時が良かったんか分からんね。私もそう思う、うん、いや今なんかこの前も坊さんがね、うん、月参りに来てはって、うん、やっぱりこう修行に来るようなね、うん、あの人らがもう随分変わっちゃって、うん、でもなんかやっぱり利己的な人が増えて、うん、でその坊さんになろうかいうのに自分のことしか考えられないような人が多いっていう話をしてて、うんうん、なんか自分のこと自分主義なんやけど利己肯定はできてないよね、うん、自身には何にもないのね、うん、周りばっかり気にしてないね、うんうん、なんか坊さんが嘆いてたからびっくりした。いやさけどねやっぱり今の時代ねお坊さんもね住みにくい時代になったと思うよ。はい、はい、かわいいな、うん、見て見んの、うん、だからずっと通路がある中に、うん、そうよ見事でしょう。でこれってほったらかしてダメでしょ。それはもちろんここの公園の人が管理してはるよ。あの管理はしてはる、うん、でも草よさんたくさん生えてるやん草、うん、いやもう毎年こうして下に根があったら咲くのよ。うん。すごいなそんなとこ残れん。うん。あそこにしてはる。うん。入らへん入らへん。向こうの方が連鎖される場所ある？いや、多分そんなにない。ないです。こっちはここいいわけやね。向こうの黄色いのは何？あ、マリーゴールド違う？黄色いコスモスや。黄色いコスモスだ。黄色いコスモスや。あ、こっちもちょっと、ここら入ってるやん、ここ適当なとこへ、適当に飯よくて、うん、これで、あでも、昔からあるから日本のお花じゃないの、コスモス、うん、うん、日本、日本、あ、雰囲気が、うん、ね、ヨーロッパとね、うん、よくわかんない、この葉っぱなんかヨーロッパとかない、みんなほら、梅とか桜とかいう感じ、うん、あそこが最後やね。ここさ、背高を出しそうも仲間入りしてるじゃん。草やけど、草やけど仲間入りしてる。嫌いなもんや。これ背高を出しそうで草やね。2メーターぐらいなんね。いや、私これに反応する。なあ。